高速走ってたら車がタイヤしました。で今ロードサービスを待ってます。このタイヤがね、タイヤがパンク。いやなんかちょっと変な音するなって思ってたんだけど、まさか高速でタイヤがパンクするとは思わず、一応このバリアのところで待ってって言われたんで、車から降りてバリアのところで待ってます。出かけてたかっていうと、松江区行ってたんですよ。松江区行くだけだから、いつもなんか適当な洋服着て出かけてるんで、ジャケットも何も着ずに出てきたんで、めっちゃ寒いです。さっき電話来てあと10分で到着するって言われたんで、もうちょっと。Hi. Did you go flat while driving or did you clip something or...スペアタイヤはちゃんと中にありました。これで交換してもらいます。今からちょっとすごいタイヤぺちゃんこなんだけど、反対側がさ、おい、見て、ボロボロ。You're probably fine. That's just from driving it while it was flat. Okay, it just worn out. Yeah. It was quite old tire then. Oh my gosh. Maybe a split on the side was your problem. Okay. And then it just got worse. Because I didn't hear any like popping sound. No.Isn't that tire small? Yeah, it's temporary. Oh, it's a temporary. Oh, okay. 50 miles an hour maximum speed. Okay.はい、無事に今帰ってきました。初めてのロードサービスがまさかイギリスで受けることになるとは。いやー、とりあえずね、無事に帰ってこれてよかった。もう高速走ってる時にタイヤパンクした時はマジで焦った。スピード出せなくて、あ、これパンクしたなと思って、こう、トロトロ走ってたら、後ろからクラクションめっちゃ鳴らされて、うわ、もうどうしようと思って、とりあえず、脇、ハザード出しながら止めてね、AA 呼んだんですけど、なんかいきなり破裂音がパンってして、タイヤがパンクしたっていうよりは、なんかちょっと変な音、違和感がしていて、で、高速に乗ってスピード出した瞬間、もうガタガタガタって言って、ハンドルが取られるぐらいになってて、あ、これはもうパンクやなと思って、あと車を止めました。で、タイヤ見たらね、案の定ペタンコになっていて、前々からちょっと空気抜けてんなぐらいは思ってたんですけど、まさかこう、いやー、初めてのパンクです。人生初めての。で、初めての労働サービスを受けました。まあ、とりあえず命に別状はなく、あと保険も入っててよかったなっていう話です。で、とりあえず今はテンポラリーのタイヤをつけてくれているので、ちゃんと今度ガレージに行ってタイヤを交換してもらわなきゃいけないんですが、本当はね、明日、ハイクレア城に車で行こうと思ってたんですよ、友達と。で、このタイミングでパンクになっちゃったので、明日パンクじゃなくてよかったなと思って、明日友達とドライブしてる時にパンクになんなくてよかった。今日でよかったけど、とりあえず明日移動手段、車で2時間ぐらいかけてハイクレア城行こうと思ってたので、ちょっと移動手段を考えないかなっていう感じです。ということで、翌日朝早くからタイヤ交換にやってきました。間に合うかな。今朝8時半で11時には出発したいって感じ。なんと10時前に車の修理、タイヤ交換が終わりました。早かった。ということで帰ります。帰って準備します。テンション大上がり。はい、ということで車で2時間ハイクレア城に到着しました。
今日はなんと視聴者さんからチケットをプレゼントいただいて来ることができました。ハイクレア城に来ることのできなかった視聴者さんのためにもしっかりとハイクレア城を紹介していきたいと思います。お楽しみください。そして今日のお供はラリサです。さあ入りました、ハイクレア城。まずはお城入っていきましょうか。今日はなんかこう春一番の風が吹いておりまして、かなり強風です。今日のチケットはピクニックもついていて、ピクニックアフタヌーンティーですね。なのでピクニックシート持ってきました。ただ風が強いのでサンドイッチが飛んでいかないか心配です。あーすごいね。ダウントンアビーのドラマのロケ地にもなっているキャッスルです。ITV、Amazon プライムで見ることができるドラマらしいんですけども、ちょっと私昨日パンクがトラブルで予習する時間なくて、ダウントンアビーについてあんまり調べることができませんでした。なので動画編集中にダウントンアビーについて調べて説明入れます。これが多分入場口なんだけど、ちょっと並んでるね。ハイクレア城の中が撮影禁止だったので、ここからはアテレコで説明していきます。今回行ったハイクレア城なんですけど、イギリスの時代劇ドラマダウントンアビーでお屋敷として撮影されたことで一躍有名になりました。イギリスのハンプシャーというところに17世紀に建てられたカントリーハウスで、ロンドンからは車で2時間弱で行くことができます。でキャッスル、ハイクレア城とお城と呼んでいるんですが、実際はマンション、お屋敷、カントリーハウスですね。だから今現在も第8代カナーボン伯爵夫人が暮らされています。でお城の中では実際ドラマで撮影されたメインホールや図書館などを見学しながらドラマの世界に浸ることができます。まあ、私みたいにドラマを見たことがない人でも、その美しいエレガントにそびえ立つハイクレア城は一見の価値があるかなと思います。でハイクレア城は年に2回だけ一般公開されます。春と夏ですね。なのでチケットがすぐ売り切れちゃうそうです。今回は視聴者の方にプレゼントいただき本当に感謝です。ありがとうございます。でこの編集中に気づいた驚きの事実があるんですけど、ガーデンで使用人っぽい方が犬を連れてたんですね。で私犬大好きなのでキャーって言ってこう駆け寄ってちょっとお戯れいただいたんですが、実はこのワンちゃんこそ今現在もハイクレア城に住まわれている第8弾カナーボン伯爵夫人が飼われているワンちゃんの1匹でした。レディフィオーナはワンちゃんが大好きで、他にもラブラドールなどいろいろ飼われてるんですけど、そのうちの1匹ということが分かり、なんとお戯れいただいて感謝感謝感謝っていう感じですね。びっくりしました。はい、お城の見学終わりました。お城の中は撮影が禁止で、防犯のために撮影が禁止とかで、昔泥棒が入ったりしたから、まあ、セキュリティ上撮影禁止になってました。じゃああそこがコーチハウス、あそこでアフタヌーンティーピックアップできるはずだから行きますか。お城の中は、お城の中ね、意外と思ったより部屋の数が多かったのと、うんうん、でまあ、お城やからもっと大きいのかなと思ってたけど、意外とこじんまりした。そうだね、うん、あとなんかリノベしてるからかモダンだったよね。うん、モダンとかがね。アフタヌーンティーボックスだね、うん、よかった、だから持ってきてね、よかった、ピクニックセット。太陽の下は結構あったかいね、うん、そうしよう、太陽の下に座ろう、うん、寒い。一応店内席もあるみたい。でも大体やっぱイギリスの人はみんな外で食べるのが好きだから、うん、外だね。じゃあピクニックしよう。アフタヌーンティーボックス大きいね。大きい、思ったよりも。シャンペーンもついてきた。残念ながらあのグラウンドに座ってピクニックはできないみたいなので、テーブルでやります。キャッスルも見えるしいいんじゃないでしょうか。オープンセサミしてください。見て、箱も可愛い、ハイクレアキャッスルって書いてる。ブランド Yes please。 行きます。はい、おっ、かわいい。あ、サンドイッチ、これで1人分、多くない？結構多くない？しかも大きいし、これ何？チョコレートプディング、ね、プディングとケーキとスコーンとサンドイッチ、うん、おジャムもちゃんとついてるね。あ、でグラスが、クロテッドクリームもあるし、あとはそれが1人1箱あって、なんとシャンペーン、ハイクレアキャッスルって書いてる。
ハイクレアキャッスルシャンペーンがついてます。ファンシー。そして1個ホットドリンクがついてきました。すごいな。すごいね。いいじゃん。より豪華。これで1人65ポンドですね、アフタヌーンティーセットが。でプラス入場券が22ポンドです、うん。これね、一人一箱もらったんだけど、容量的には一箱二人分ぐらいある。すごく量が多い。スコーンがもう2個入ってるし、クロテッドクリームも2つずつ、ジャムも2つずつ入ってるから、多分ね、一箱で二人分いけるね、これね。で、ケーキも2個ずつ入ってるしね。シャンペーンも一人1本ついてきます。イエーイ。最高。じゃあ、ボナペティー。いただきましょう。いただきます。お酒はね、ちょっと私運転ですし、普段飲まないのでお酒は持って帰りましょう。うん、持って帰りましょうね。そうそうそう。一応なんかベジタリアンとかビーガンメニューとかも選べるんだけど、これは普通のノーマル。あ、ほんまよ、ほんまよ。え、何もっとシミが濃くなっちゃうとか？わかんない。背中向けとこう。うまい。それちょっと危ないですね。サングラスは持ってきて、じゃあリサちゃんにお願いしよう。やばいやばい。いやね、めっちゃいい価格。うん、超いいよ。今日天気最高。うん、明日からね、雨が降るらしいから。ほんと今日だけだよね、こんないい天気。今日は4月の20日。このように見学できる時期が1年のうち春と夏のみオープンになるんだよね。1回目が春の時期がこのイースター時期で、あの前後、イースターの前後に春は公開されて、夏になると7月8月の間だけ公開されるので、年中オープンなわけではないっていうのがすごい貴重さがある。チケットもその分売り切れやすくて、今回の視聴者さんも早めにチケット取ってたんだけど、残念ながら来れなくなったということでお譲りいただきました。でも本当今日実際来てみたけど、すごい混んでるしね。そう、木曜日ね、うん、しかも今日木曜日やのにすごい人が多いから。確かに入場ちょっと並んだもんね、うん。でなんか観光客もなんか後ろで、さっきお城の列で並んでる時も後ろドイツ人の女の子たちいたりとか、結構、うん、インターナショナルが多いかな。あの建物の中で一番古い机、あーそうだ、うん、ナポレオンの机があったね。1700年代のナポレオンの机がございました。広いお庭を散歩中です。広いね。広い、すごい広い。風が、昔ここに住んでた人はここで乗馬をしたりとかね、楽しんでたみたいなんだけど、これね、私のドリームハウスそのもの。こういうお屋敷の前に広い芝のガーデンがあって、そこに犬と馬と暮らすことが実はね、小学校の頃からの夢なんです。小学校の頃から、はい、すごいな。そうなんです。ビジョンボード書くときはそれを毎回書いてた。ビジョンボードまだ達成できてないな。じゃあと何年ぐらいでね、ちょっと近々こういう土地を買ってやりたいね。なかなかいいですね、ハイクレアキャッスル、うん、穴場で。そう、結構穴場、うん、穴場。ウィンザー城よりもっと奥に来るので、車以外だと、まあ、ツアーとかで来るのが一番アクセスいいかな、うん。電車でニューバリーまで来て、そこからタクシーで来る人もいるみたい。よろしくお願いします。今日のコーディネート紹介です。今日はハイクレア城ということで、ダウントンアビーを意識しました。清楚系です。ワンピースはこれイギリスのシスタージェーンっていうファッションブランドです。セーターはシーンで買いました。カバンはこれはテディブレイクっていうニューヨークのブランドですね。結構プチプラで500ドルぐらいで買えるんだけど、エレガントでちゃんとしたイタリアンレザーとか使ってて、型崩れもしないし、最近ヘビロテで使ってるバッグです。あとは靴下。靴下はナリサちゃんが働いている旅用です。ちょっとお花柄にしてみました。あ、桃引きが見えちゃう。桃引きが見えちゃう。靴はマーク・スペンサーじゃなくてマイケル・コーズです。このね、厚底なのがね、好きでね、ちょっとこう身長高く見せたいので気に入ってます。こんな感じのコーディネートです。あとカチューシャなんですけど、ここにユカコって書いてるんですが、
これ自分で作りました。かわいい。人に聞かれた時は恥ずかしいから友達が作ってくれたんだよねとか言ったりするけど、これめっちゃ自分で作りました。なんかロックダウン中にニューヨークの時になんか手作りしたいなと思って作ったんだけど、言い訳としてはやっぱ当時マスクとかつけてたからやっぱり顔が見えなくてもゆか子だよっていうのが分かるのと、あとスタバ行った時に名前聞かれた時にゆか子って言ったらスペルミスが起きにくいっていうのが言い訳です。じゃあですね、ワンピースはオンラインで売ってるネイケッド NAKD ファッションっていうオンラインでワンピースを買いました。本当はこれね上まで行ってるんですけど、ちょっと寒いからその上から短めの黒のセーター、これも同じネイケッドで買いました。でジャケットはザラー、このバッグが私のお気に入りの革で、本物の革でできてるレザーバッグで、これがマンゴーで、靴下はもちろんタビアです。キラキラキラ。じゃあ